ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今、深く悩んでることあるんだけど聞いてくれる？なんだか深刻だな。北と南どっちが好き？北は寒いし、南は暑いからな。どっちもどっちだ。北の北海道行くか？南新房に行くか？迷っている。行くなら北海道でしょ。南新房は行けないと思うぞ。じゃあ北川景子と南新房なら？それなら北川景子一択だろ。南新房だってイラストうまいぞ。どっちにしろ行き先じゃないな。北か？南か？めっちゃ悩む。今回、解説するのはマリサみたく北か？南か？悩んだ日本の話だ。第二次世界大戦の決断シリーズだな。シリーズというのも恥ずかしいけど、しばらくそれ推しでいくつもり。人生は決断の連続だから。戦争となったらなおさらだよな。その推し、俺も推すぞ。北か？南か？この決断で日本の運命は大きく変わったと思うぞ。決断のポイントや、どう変わったか？などいろいろ、予測含めて、解説しちゃうからな。北川景子で生まれるか？南新房で生まれるか？で人生変わるもんな。重要な決断を学べそうだ。ということで、ゆっくりしていってね。そもそも南進と北進ってなんだかっていうの解説するぞ。マリサ、わかるか？北進は北に進む。南進は南に進むってことだろ？それぐらいわかるぞ。北進は北に進む。南進は南に進むってことだ。今、正解出していただろ。北進は北進論。南進は南進論とそれぞれの論として日本が攻める方角について二つは対立していたんだ。北進論はソ連。南進論は東南アジアを目指すという戦略だ。どっちを攻めるか？北進論と南進論が第二次世界大戦時の日本では揉めたってわけだな。国策として特に運命を分けたのは第二次世界大戦の前だけど、それぞれ論じられたのは江戸時代末期まで遡る。結構、長く迷ってたんだな。北進論は幕末の開明派の鍋島官楼が北からの南下を警戒して、首都は北に置くべきだという意見が起源だ。秋田が首都か？美人女優のふるさとだな。旦那が多目的トイレでちょめちょめしたやつだ。一方、南進論は幕末の志士佐久間昭山などが唱えた開国論を起源に持つ。日清戦争で台湾を領有したり、第一次世界大戦で南洋諸島の委任統治するときにも、これいいじゃんって、南進論が論じられていたんだよ。で、特に北進論を唱えていたのは陸軍。1930年代の満州事変以降、陸軍は満州国から北を攻めようとしたんだ。まさに北進だな。一方、南進論は海軍が主に唱えた。満州事変の後、国際連盟から日本脱退しちゃったりして国際的な孤立をしたところで、海軍が押しまくった。なぬ？孤立したら南進するって、もしや、南の島にリゾート気分で、寂しさを癒しに行くってことか？国際的に孤立したせいで外国からの資源の輸入に関して、今後の不安もあって自尊自衛の理念のもと、海軍は南方の豊富な資源を手に入れようとなったんだ。自尊自衛？国家が自力でその存立を維持し、自国を防衛することを、自尊自衛って言うんだ。日本は資源がないからな。自尊自衛のためには南の資源ないと始まらないもんな。陸軍が押す北進論。海軍が押す南進論。北進か？南進か？それが決断だ。で、どっちに決断したんだ？北進論、南進論どっちも盛り上がったり廃れたりテンションの上げ下げがあったんだ。バイオリズムってやつだな。と意味違うけど、まあそんなとこだ。北進論は1931年の満州事変で満州国を建国した後、国境紛争が続くソ連に攻め入って、北方の脅威を一気に解決しようと陸軍が押しまくって勢いを増したんだ。やっぱり北川景子だな。だけど、1939年、北進論が一気にしょげ返る二つの事件があった。二つもあったのか？一つはソ連との国境紛争のモンハン事件、野茂英雄事件。トルネードが起きたのか？ノモンハン事件は1939年5月から9月、満州国とモンゴル人民共和国の国境ノモンハンで起こった日ソ両軍の国境紛争事件のことだ。日本は1万5000名を動員したが、ソ連空軍と機械化部隊の反撃で壊滅的打撃を受けた。近年の研究ではソ連もかなり被害を受けていたこともわかったんだけど、当時の日本軍はその壊滅的打撃でテンションだだ下がり、さらに、一緒にソ連を敵だと思っていると信じていたドイツがソ連と独ソ不可侵条約を結び、ソ連攻めるの無理だなとなって北進論は一気に勢いを失せる。モンハン事件と独ソ不可侵条約あったら、
北進論はやる気なくすな。そこで勢いを増したのが南進論。すでに1936年8月に、広田内閣が東亜共栄圏の名刺構想により南方進出の方針として重要国策に決定していたが、北進論がくじけたの門番事件があった1939年には南の海南島を占領して南進の拠点もできた。で、南進論爆上げ。海軍お祭り南進論イケイケだな。で、さらにイケイケになる事件が勃発する。よーおイケイケ。当時、日本は日中戦争の泥沼にはまってたけど、第二次世界大戦が勃発して1940年4月から6月のドイツの電撃戦で東南アジアに植民地を持つオランダ、フランスがドイツに降伏。イギリスも危機に瀕してため、今こそチャンスと、宗主国が降伏した東南アジアを日本の勢力に組み込めば、この危機的状況から脱せると考えたんだ。で、1940年国策として武力南進が決定された。ついに決断しちゃったじゃん、南進や南進や。この南進を押しまくったのがこの男、武藤明。頭良さそうだな。陸軍省軍務局長の武藤明の発案に基づき企画員の鈴木定一が調査企画したのが武力南進の政策だ。とはいえ、用意周到に作成したというよりは、慌てて作った泥縄式ものだったみたい。国策が泥縄。で、一方、北進論にも推しがいた。北進論推しはこの男、田中新一参謀本部第一部長。なかなかのイケメンだな。田中は1940年から翌年の初頭にかけて作成した大東亜長期戦争指導要項で南方作戦は半年で終結させて、その兵力を北方へ転用することを進言した。すでに日ソ不可侵条約も締結されて、北進論は力を失ってたんだけど、この後、北進論がめちゃくちゃ盛り上がる大事件が勃発する。ここに来ての盛り上がり北進論。何があった？1941年6月。独ソ戦が勃発した。飛ぶ鳥を落とす勢いだったナチスドイツがヒットラーの鶴の一声で、ソ連になだれ込んだ。独ソ不可侵条約で北進論の勢いそがれたけど、ドイツが攻めるなら、一緒にソ連攻めちゃえ、北進しちゃえばってなるな。そうだ。陸軍内部には北進論が渦巻き、陸軍省は慎重であったけど、参謀本部は即時開戦に傾いたんだ。で、当時の第二次近衛内閣では、4月に締結された日ソ中立条約を破棄してでも同盟国としてソ連と開戦し協撃すべきとする松岡洋介外務大臣と近衛文麿首相との間で閣内対立が起きる。しかし、近衛は松岡の北進論を退けて内閣を総辞職し、改めて第三次近衛内閣を組閣して南進論の立場を確認した。北進論と南進論がっぷり4つだな。政府は南進論を唱えたけど、陸軍は東条英機陸将のもと、関東軍特殊演習赤徳演と称して85万人をソ連国境に動員し南北平進論にこぎつけた。南北平進論。南進謀、北川景子どっちにも行こうってことか？欲張りだな。だが、ここに来て北進推しだった陸軍に大きな変化が訪れていた。そのキーマンが二人いる。キッコーマン。その二人が服部卓四郎中佐と辻正信参謀。実は、この二人はの門番事件をミスリードした最大の責任者と言われている。北進論をへこませたの門番事件だな。事件後、服部卓四郎中佐が参謀本部作戦課へ移転。彼は直ちに作戦班長となり、作戦課長に昇格し、その後、辻少佐は、服部が課長になった少し後の1941年7月に参謀本部員の作戦課作戦班長として服部課長を補佐するようになる。実は辻を中央へ呼び寄せることに、当時の作戦課長土井明夫大佐が猛反対した。絶対にダメだ。服部と辻を一緒にしたら、またの門番みたいなことをやる。しかし、服部の部内作謀の方が上。北進推しだった作戦部長、田中新一少将は辻の起用に対して慎重派の土井を切り捨てた。代わって課長に昇進した服部は、その当時、南進論の第一人者になっていた辻と共に陸軍参謀本部を東南アジア侵攻一色に染め上げていったんだ。北進論の陸軍が南進論に寝返った。さらに、北進論を諦める決定的な出来事が勃発する。なぬ？何があった？自存自衛を目指し1941年7月、日本が不都合インドシナ南部に進駐。すると、アメリカ合衆国が対日石油全面禁輸に踏み切った。石油を輸出してくれなくなったってことか？アメリカをはじめその9割の石油を輸入に依存していた日本は戦争物資の枯渇に直面。
石油の備蓄は平時で2年分、戦時で1年半分しかなかった。北進はあくまでもソ連の打倒が目的であり、得られる資源は北樺太の原油程度に過ぎず、日本国の需要を賄えるものではなかった。また、極東ソ連軍との兵力差もあり、陸軍関東軍は1941年8月9日に年内の大祖開戦の可能性を断念。以降、関東軍は大祖国境警備のみを行うにとどまった。日本はオランダ領東インドのパレンバンなどを中心とする南方資源地帯からの資源調達を選択し、南進を開始したんだ。アメリカ合衆国の石油の全面禁輸は日本政府の予想外のもので、これを契機に日米関係は悪化、最終的には対米戦争に突入する直接の原因となった。同年9月6日午前会議でイギリスやオランダ、アメリカが支配する南方へ向かう帝国国策遂行要領が決定され、南進論が正式に国策とされた。これには近衛内閣と近い関係で、ソ連のスパイだった尾崎穂積による働きかけも有効だったと言われている。ということは決断は、南進論で、それうまくいったのか？第二次世界大戦でアメリカの植民地だったフィリピンをはじめ東南アジアに侵攻したけど、太平洋戦争が不可避になってしまったから、うまくいったとは言えないかも。石油が欲しくて南方に行ったんだろ？肝心の石油はどうだったんだ？東南アジアの油田を抑えに行った日本軍だったけど、日本に原油を運搬するタンカーの護衛を日本海軍はほとんど行ってなかった。海軍は米軍との戦闘に専念するため、護衛する余裕がなかった。大本営ではタンカーの損失率を 10% と計算していたはずが、1944年にはほとんどのタンカーを失い、川にまで溢れる原油を日本に運ぶ方法がなかった。出なかったら意味ないな。終戦の年、1945年にはほぼ石油の備蓄もなくなったというデータもある。南進論。悲しい結末だな。南進論と北進論の決断で、我々は学ぶことあるのか？南進論は石油がなくなったから決断して、北進論はドイツがソ連に勝ちそうだからと盛り上がってどちらにしろ場当たり的な気がするよな。周りの環境でコロコロ国策が変わっていく感じは、理想の国家像が描けてなかったのかな？と、これは試験だけどな。まずは理想があって、それに突き進むべきなんだな。人も国家も。まあ、その決断も、時々の状況でフレキシブルに変化するのも大切だと思うから、難しいけどな。北進してたらどうなってたんだ？これは歴史のIFだから、なんとも言えないけど、ドイツ軍がモスクワに迫っていた時、日本もソ連に攻め込んでいたら、モスクワ防衛に回ったシベリアの部隊の足止めはできたかも。スターリンも日独の両方から攻められるのを恐れていたというしな。じゃあ、北進した方が良かったのでは？とはいえ、ノモンハン事件の結果を見ても、日本の苦戦も必死で、侵攻できたとしてもバイカル湖までが限界と言われている。そこまで占領しても特に資源もないし、シベリアの寒い土地を奪っても、維持するのは難しかったかも。ドイツはモスクワを取れたかもだけど、スターリンは首都を移転しただろうし北進も厳しい気がするぞ。北進論、南進論。歴史の決断は難しいな。ゆっくり霊夢です。あれ？マリサは？お待たせー。めんごめんご。ゆっくりマリサだぜ。遅刻してごめん。何があった？マリサが来ないと始まらないぞ。ちょっと寝坊して。なんで寝坊した？寝る前、コーヒー飲んで。なんで寝る前に飲んだんだ？あの仮面ライダーの人が美味しそうにコーヒー入れる動画見たら飲みたくなった。なんで、そんな動画見たんだ？3日後に蘇生した不死身の日本兵藤岡弘、を検索したんだ。なぬ？なぬなぬ？それ、船坂博さんだ。藤岡博、じゃないぞ。博違いだ。あ、そもそも博さんの話を教えてくれたの霊夢だ。それで興味を持って検索しようと思ったんだった。って、ことは、遅刻した原因は、霊夢だな。なぬ？なぬなぬ？その論理は納得いかないが、マリサ？今回も名人級の導入だ。なぬ？今回は原因を遡っていく。遡り第二次世界大戦だ。またもや新シリーズ。今回の遡りの起点は、この男の言葉からだ。石原莞爾陸軍中将。なんだか頭が切れそうな人だな。満州事変を起こした首謀者で、帝国陸軍の異端児、軍事の異彩、と呼ばれた男だ。石原は、東京裁判に証人として山形県酒田の出張法廷に出廷し、日本の戦争責任を問う判事に、こう言い放った。ペルリをあの世から連れてきて、この法廷で裁けばよい。
もともと日本は鎖国していて、朝鮮も満州も不要であった。日本に略奪的な帝国主義を教えたのはアメリカなどの国だ。ペロリ？ペルリだ。黒船来航のペリーのことだ。この言葉をテーマに今回は、太平洋戦争が起きた原因を遡っていくぞ。俺が遅刻したのは、霊夢のせいだってことをやるってことだな。ちょっと違うけど、まあ、そんなとこだ。ということで、ゆっくりしていってね。実は石原漢字のやりとりには、前段がある。石原は判事に歴史をどこまで遡って戦争責任を問うかを尋ね、およそ日清日露戦争まで遡る、との回答に対し、ペリーを連れてこい、と言い放ったんだ。天国から連れてくるのは無理だな。そもそも太平洋戦争を日本が決断したノートを何ノートか知っているか？ノート。ジャポニカ学習帳とかか？春ノートだ。春ノート？1941年11月、太平洋戦争直前の日米交渉の際に米国国務長官春が提示した覚書が春ノートだ。日本軍の中国及び仏領インドシナからの全面撤兵要求、蒋介石政権以外の政権の承諾拒否、日独伊三国軍事同盟の実質的な破棄などを日本に迫るもので、事実上の最後通牒とみなされ、日本に開戦を決意させた。これがなんで最後通牒なんだ？1937年の盧溝橋事件によって始まった日中戦争は、中国側の抵抗が予想以上に激しく、戦争をどのように終結させるのか、日本は見通しを失っていた。日本はこの戦争の中で、中国に停泊していたアメリカの軍艦を撃沈したり、アメリカが中国に持っていた権益を奪ったりしたことで、日米関係は急速に悪化していく。そうした中、1940年に日米通商航海条約が失効し、日米は無条約時代に突入する。日本国内では、同年に第二次近衛内閣が発足。日米開戦も辞さない強硬な外交を進めるように、国策を転換した。これに基づいて、同年9月22日に北部フランス領インドシナへ進駐をはじめ、同27日には日独伊三国同盟を締結する。こうした日本の動きに対して、ルーズベルト大統領は、脅迫や威嚇には屈しない、と演説し、日本への経済制裁を行う。アメリカが激起こしちゃったってことか。翌年の1941年には、対日資産凍結や石油の対日輸出全面禁止の措置を取るようになった。石油が出ない日本にとっては痛すぎるな。そこで、アメリカの経済制裁に対処するため、第二次近衛内閣は1941年4月から日米交渉を始めた。その交渉を実際に進めたのが、駐米大使の野村吉三郎と春国務長官だ。日米交渉では当初、三国同盟の反米的性格を薄めた日米了解案が作成されていた。お、交渉いい感じじゃん。ところが、ソ連を味方に引き入れて、アメリカに対抗しようと目論んだ松岡洋介外相が、この了解案に反対したことで、交渉は暗礁に乗り上げてしまう。と、思ったら暗礁。そこで、日本は11月5日の午前会議で、日米交渉の最終案として、アメリカ側に提示する2種類の案を用意する。公案と乙案だ。腰案と、粒案。まず、公案を提示した上で交渉を進め、アメリカ側がこれを拒否した場合には、譲歩案として乙案を提示するという流れを考えていた。腰案と、粒案はどんな内容だったんだ？公案は、三国同盟は従来通り。すでに起きていたヨーロッパでの戦争の参戦決定は自主的に行う。中国には内モンゴルの蒙郷、華北海南島に25年の期限をもって駐留する。それ以外は2年以内に撤兵。25年も駐留長いな。これは、もっと長くとか、期限はなしで、などいろいろと日本でも議論があったという。ちなみに、満州は中国ではないから、満州国には当然、日本軍が駐留するとされた。公安は強気だな。とはいえ、これでも日本としてはかなり妥協した案だった。そして、乙案は、日本が南部仏印から撤退する代わりにアメリカは日本に石油を供給する。両国は乱印における必要な物資の獲得に協力する。と、南部仏印からの撤退を約束する予定だった。しかし、春国務長官は11月26日、駐米大使の野村吉三郎とその補佐役の来栖三郎を呼び寄せ、日本側が提示する2案に同意できないとした。どっちもダメか。そして、その代わりに春ノートを提示した。春ノート。その主な内容は、1中国と仏印より全陸海軍及び警察力の撤退、20京政府蒋介石政府以外のいかなる政府の不支持、
三日独位三国同盟の実質的破棄を求める、などの10項目からなる過酷なものだった。ハルノートの内容はアメリカ側からは平和的解決案としてみなされていたが、日本からすれば、アジアの情勢を満州事変以前の状態に戻せと、言われたに等しかった。当時外相だった東郷茂則はハルノートを受け取った時の失望をこう語っている。自分は目もくらむばかりの失望に打たれた。その内容の激しさには少なからず驚かされた。日本としては、無茶な要求されたって感じたんだな。実はハルノートの正式名称は合衆国及び日本国間協定の基礎概略で、冒頭に、原備一時的かつ拘束力なし、という正し書きがあり、アメリカ政府の正式な提案ではなく、春の覚書という形をとっている。そんな非公式な予備的会談の基礎提案であるにもかかわらず、日本側は通訳の英訳または語訳があり、さらに軍関係者に英語話者がほとんどいないことから、これを最後通告と受け取り開戦に至ったという。ここでの語訳はやばないか？とはいえ、東京裁判において、唯一、日本無罪論の論陣を張ったことで有名なパール判事は、ハルノートを、同じ通帳を受けた場合、モナコ公国、ルクセンブルク公国のような小国であってもアメリカに対して武器を取って立ち上がったであろうとして、アメリカ政府は日本が受託するとは考えていなかった。この通帳は最後通帳であり、宣戦布告にも等しいものである、と、語っている。それぐらい日本には衝撃的だったんだな。ハルノートに示された中でも、日中戦争で長期化して多大な犠牲を払っていたため、中国からの撤兵は軍として認められなかった。ってことは、次の遡りは、なんで、中国と戦争しちゃったってことだな。総第一回戦、にハルノート、三日中戦争と原因を遡るぞ。1932年、日本軍は中国での利益を守ろうと、満州国を建国する。その背景には、深刻な不況にあえぐ国民の期待があった。中華民国と対立を深めた日本は、国際連盟からも脱退。孤立した日本は、満州国を守る名目で軍事行動を起こし、日中戦争に突入していった。日中戦争の原因は深刻な不況にあったってことだな。そうだ、その不況の原因を作ったのが第一次世界大戦だ。遡ってきているな。第一次世界大戦後、アメリカ合衆国の経済は、復員した兵士たちが労働力として復帰し、工場が一新されて大衆消費財を生産するようになるとすぐに立ち直り、狂乱の20年代を迎えることとなる。1920年代は都市における富と過剰の時代であり、投機の危険性について警告があったが、多くのものは市場が高い価格水準を維持できるものと信じていた。1920年代半ばから上昇を続けたダウ工業株平均は、1928年から1929年にかけて急速に上昇し、アメリカの一部に株投資ブームを起こす。しかし、1929年ニューヨークの株価は大暴落。そして、世界は未曾有の大恐慌へと見舞われた。それが世界恐慌だ。1930年代にアメリカを皮切りに世界的に起こった深刻な経済恐慌で、世界恐慌の時期は国によって異なるが、ほとんどの国では1929年に始まり、1930年代後半まで続いた。それは20世紀の中で最も長く、最も深く、最も広範な不況であった。この世界恐慌により、日本国内でも不況が起き、昭和恐慌と言われている。第一次世界大戦の戦勝国となり、大戦契機で日本経済は安定してたものの、昭和恐慌の発生で、主にアメリカ向けに頼っていた生糸の輸出が急激に落ち込み、危機的状況に陥った。さらに、株も暴落。都市部では多くの会社が倒産し就職できないものや失業者が溢れる。恐慌発生の当初は深刻なデフレもあり、農作物は売れ行きが落ち価格が低下した。さらに、1935年まで続いた例外凶作、昭和三陸津波のために疲弊した農村では娘を売る身売りや欠食児童が急増。1935年に公共土木事業が打ち切られ、生活できなくなり大陸へ渡る人々も増えたという。その不況もあって、日本は中国の利権を狙いに行ったってことか？同じく世界恐慌後に見舞われた、イギリス連邦やフランスなどは、植民地または同じ通貨圏を持つ国をブロックとして、特権関税を設定するための関税同盟を結び、第三国に対し効率関税や貿易協定などの関税障壁を張り巡らせて、他のブロックへ需要が漏れ出さないようにする、ブロック経済で、この不況を乗り切ろうとした。
欧米列強の中には世界に持つ植民地で経済復興を図る国があったということだ。植民地とは帝国主義によって他国を侵略し得たものだ。石原幹事の言う通り、もともと日本は鎖国していて、植民地を得ようとは思っていなかった。自国の利益のため、日本に略奪的な帝国主義を教えたのはアメリカなどの国だ、というのが、彼の主張だった。日本は自国のために戦争を始めた。ペルーが来航せずに、鎖国をしていたら、太平洋戦争のような悲劇は起こらなかった、と、石原幹事は東京裁判で言い放ったのだ。とはいえ、ずっと鎖国ってわけにもいかないだろうからな。今回の遡りは、全くのシンプルなもので、どこでどうして日本がこんな悲惨な戦争を起こすことになったかは、もっともっと研究して、勉強していかなきゃ解明できない。歴史は繰り返すというからな。しっかり検証しなきゃまた同じことするかもだもんな。歴史は様々な要素が複雑に絡み合うからな。マリサが帰国した理由みたく単純じゃないぞ。俺はヒロシを間違った複雑な原因だ。単純だぞ。でへ。ウプ主は歴史が趣味というだけなので、異論、反論や間違っている点も多々あるはずだ。それはコメント欄で教えてもらえると嬉しいな。頑張っても至らないところあるはずだからな。これからも勉強していくぞ。歴史を知ることは、今を知ることだ。と、信じているからな。まだまだ未熟ですけど、最新情報をお届けしたいのでチャンネル登録。どうぞよろしくお願いします。